ガウデテサンデーは、喜びの日曜日、ローズサンデーとも呼ばれ、西方教会の伝統的な宗派の教会歴で、アドベントの第三主日のことを言う。この日のミサが、ラテン語で、ガウデーテインドミノ全パーで始まる祈りは、捧げられたので、ガウデテサンデーと呼ばれるようになった。アドベントのろうそくの一本がバラ色で、クリスマス当日には全部点灯されているアドベントの期間には、 それぞれの国で様々な独特の習慣がある。そのうちの一つが、教会の祭壇で四本のろうそくを立て、日曜ごとにろうそくを灯しましていくもので、ろうそくの一つがクリスマスを迎える喜びを表す、バラ色で、第三主日にはこのろうそくを点灯するので、ローズサンデーとも呼ばれる。英国製公会では、以前からこの習慣が非公式に行われていたが、2000年、 新規藤初顧問ワーシップで正式になっている。町公設第3主日ローデーテ、ガウデーテ。ありがとうございます。